ウェイトグランドオーダースカザースカディピックアップ召喚8度目の挑戦です。もういいだろ、もういい加減にしろマジで。お前あんまふざけてっとな、俺が泣いちゃうせ。もう出るまで引くんだから、どうせもう早く出てお願い。お金が足りなくなっちゃう。今日も今日とて1万円をぶち込みましたと。ふざけんなよてめえ、俺の1万円お前いくらしてもらけなら無事よ。お前運営マジでお前調子に乗るなよ。お前女でな俺が釣れると思うなよ。愛の戦士はなそんなにちょろい男じゃねえってことをお前知らせてやるよ。お前俺がお前スカザースカディごときでな釣られると思ってんじゃねえぞこの野郎。釣られてんだからなこの野郎。マジでさっさと出さねえとな、俺のお小遣いが大変なことになるんだろうが。お前ふざけやがって、ふざけた真似をしやがった FGO 運営。お前ふざけるなよお前ら。俺あーこれ光れお願いだ。もうなぜだお前、こんなオスに興味はねえんだよ。ふざけやがって、お前おー落ち着け、愛の戦士。おー危ねえ危ねえ、我を忘れるとこだったぜ。ここで熱くなってチャージするのは愚の骨頂だぜ。おそらく愛の戦士はこれまでの7回そういう負け方をした。だが俺は戦い方を変えねえ。今日こそ引けるんだ。今日はね引けるんですよ。もう引ける。汚い寺ももう許す。あの女が来てくれればいいんだ俺は。おい来いよママ、来てくれよママ。俺には母体が必要だ。お前は俺のママなんだよ。スカザースカディ、おめえ赤ちゃんなんだ俺は。おい育児放棄する気か。おお俺は赤ちゃんだぞ。育児放棄する気か。スーカーさん、スーカーに聞いて、ねえ聞いて、お願いキャスター来てくれ、頼むお願いだよ。俺いくらだって取ってんだよお前、ふざけんなよお前。もう1万円とは、1万円の価値が分かるのかこいつら。ふざけやがって、何がピックアップ召喚だよ。俺の順次を持って遊びやがって、ふざけるな、あんまりだ、こんなのあんまりだ。ふざけやがって。さあ来てくれよそろそろ。なんで、何が愛と希望の物語だよ。愛も希望もねえよ俺には。愛と希望が欲しい。キャッサー、なぜ来ない。優しい、なぜこの小太郎。みんな可愛い子たちじゃ、忍び様。くそまじ、小太郎2連だ。もうまだ大丈夫なんですよ。まだ大丈夫ですよ。今日は60連引けちゃうんでね。まあ俺はなんたってね1万円払ったんで、まあ余裕ですかね。まあ余裕。そういえば星4サーマントもね、好きなのはもらえるということで、皆さんは何を交換しましたか。私はこの後、怒りのあまり怒りのあまり忘れてない限り、交換しに行こうかなと思います。前回も星4交換できたチケットもらってたんで、前回の動画でね、やろうと思ったんだけど、前回ね、怒りに身を任せすぎてね、闇に飲まれすぎてね、忘れてたんで、今回忘れてなければ、今回星4サーバント交換しようと思います。俺はね、今のところね、何交換すると思う？教えない。まあそれはね、後で忘れなければね、交換するので、という感じで。もうスカザースカディがさ、星4にいてくれればよかったのに、てかさ、水着のさ、スカサいるじゃないですか、イベントで配られたやつ。あれさ、俺復刻の後に FGO をさ、始めたんで、もらえてないんですよ。俺水着、たけしいや、愛の戦士くん、スカサスカディじゃなくてごめんな、髪の毛の色は同じだから、許してくれよな。そう、1% ぐらいじゃたけしはスカサスカディということか。なんていうことだ。で、水着スカサハがもらえてないんですよ。俺はそれが悔しい。過去のイベントで配られて復刻が終わってるやつはもう手に入らない。それが悔しい。だから俺はスカサハスカにお前だけは手に入れてみせる。そう、なぜここまで来ないんだ。俺は怒っていいか。怒ってるんだよ。そして何よりも悲しんでいるんだよ。なぜキャスターが
出てこない。光れ。星4サーバントもさ、少なくないか。てかさ、あれなんすよ。俺がさ、1万円課金したら、大体のサーバントはもう2日目とかで手に入ってるんですよ。これ何これ何これ、なんで俺この女だけ全然手に入んないの。マジで消す。来たか、光れよ、マジで。もう、ジェロニモジェロニモはママじゃない。ジェロニモではママじゃない。くそ、褐色め。褐色おじさんめ。褐色が好きだか、そういうことではない。やばいぞ、ちょっとこれはまずいぞ。なんか来ねえんだよな。星4サーバントすら来ない。なんか星4のチケット配ったからこれでいいでしょってくらい出ないんだけど。そういうさ、精神じゃダメなんだよ。出してくれよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ、出てくれよ、頼むよ。ちょっとこれスキップしましょう。ブーチカママはね、エッチなんだけど。スキップ、スキップ、あ、レソはいらぬ。ジャンヌ、ジャンヌ、お美しいじゃん。ねえ、グロい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 。ねえ、やーだーやーだ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 。あー、もう一回だけちょっとね、スキップをしていこうかなという感じで。あー、スキップしたよ、スキップしたよ。来た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 。ママママママじゃない、ママじゃない、ママじゃないけど、パルバニエッチ。わー、でも髪の毛の色はママ、限りなくママ限りなくママ。持ってなかったからね、持ってなかったから全然あるでしょ。カルデアのマスターさん、こんにちは。いっぱい大きいっすね。あら、こたびは清らかな少女の体を借りて権限させていただきました。はい、で、ママ呼んできてくれ。私も不慣れな状況ですので、一緒に成長させてください。しょうがねえな。でも今日はお前じゃないんだよ、今日はお前じゃないんだよ。でもこれいけるか、いけるか、来てるか、ママ来るか、これ、この流れで、この流れで、オナシャス。ママスキップしました。おこれ、桜シリーズが、桜ちゃん素敵ですわ。あ、来た、ママ来た。今度こそ来い、俺のスカさ。何カミラじゃねえか。違うんだよ、俺をぬか喜びさせるな。うわ、来た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 。今度こそ誰、なんでアキレウス持ってなかったけど、持ってなかったけど、ちげえんだよ。おい、ちげえんだよ。サーバントを引き当てたぜ。ほんまかいな。お前スカサースカディがいないとダメなんだよ、お前はスカサースカディがいて周回できるんだよ。弱点でおなじみの英雄さ。おい、ま、俺のかかとを捉えるなんて誰にでもできることじゃねえけど。帰ってくれ、オルガ。今日は帰ってくれ、オルガ。止まるんじゃねえぞ。伊達じゃないぜ。じゃあ最速でスカサホ引いてきてくれ。頼む。あ、これ最後なのか。苦しい戦いだぜ。厳しい戦いになったぜ、城之内くん。最後はちょっと飛ばさずに見ていこうと思うぜ。なんでこんなに来ないの？なんで来るの？アキレウスの方が来たじゃん。違うんだって、スカサママが欲しいんだって。違うんだよ、お願いだ、最後に来てくれ、光ってくれ。光らない。まあ、褐色おじさん、ジェローニも、もうなんかもうやばいわ。今全ての精神が持ってかれてる。こんな気持ちじゃ引けっこない、こんな気持ちじゃ引けっこない。だが諦めるな、愛の精神。これ1回何円ガチャって、30連って1回何円ぐらい、1500円とか2000円ぐらいするよな。1500円分ぐらいするよな。いや、もっとするか分かんない。1500円か2000円分ぐらいを今消費してるんだぞ。俺は心が痛いぜ。
俺は心が痛いぜ。それ世間一般的にはよ、星4以上のサバ当たりなのかもしれねえけどよ、俺はママが欲しくてさ、1万円出してんのにさ、ふざけんなよ。ふざけんなよ、お前レストランでよ、1万円払ってよ、なんか欲しくも食べたくもない料理いっぱい出されてみろよ。そういうことだぜ、お前これは。俺はな、こんなんじゃ喜ばねえんだよ。俺のことがちょろいと思ってるようだな、FGOU は。お願いよ、いくら出したら来てくれるんだよ。もう許してくれよ。お願いだよ、俺からいくら絞るんだよ。もう許して、来て、来て、ママ、ママ、僕が泣いてるんだよ。慰めに来てくれないのかい、ママ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 。あと何枚ある？あと何枚俺にチャンスある？冷蔵じゃねえか。ただだ、やばい。星4サーバント引いてる。どころじゃないぞこれ。なあもうさ、ほんと、もう、もう。Ha ha!